アーチボルド・ヘンリー・セイスは、イギリスの東洋学者、言語学者、アッシリア学の代表的な研究者として知られ、また、アナトリア書系文字解読の草分けであった。セイスは、ブリストル近郊のシャーハンプトンで生まれた。幼い頃から病弱だったが、大学に上がる前から、ギリシア語、ラテン語、ヘブライ語、ヒエログリフ、設計文字などに親しんでいた。 また、インド文化になることを目指してペルシア語やサンスクリットも学んだ。1865年にオックスフォード大学クイーンズカレッジに入学し、フリードリヒ・マックス・ミューラー等に学んだ。1869年に学位を取得した後にクイーンズカレッジのフェローとなり、翌年から主事を務めた。1870年代からは自ら世界各地を旅行して調査を行った。 1876年からミュラーの代理教授として比較文献学を教えた。1891年にオックスフォード大学のアッシリア学教授に任命された。1898年から聖書考古学会の会長を務め、1919年に学会が王立アジア学会に併合するまでその任にあった。1933年にバースで没した。 結婚はしなかった。セースの業績は多方面にわたる。シノミューラーが一線を退りいた後に、セースは代理教授として、比較文献学を教え、言語学に関する著書がある。セースは、アッシリア語の権威であり、アッシリア語文法書や教科書を表した。1874年に、バビロニアの天文学と、先制術に関する年度版の翻訳を発表した。 エラム語設計文字の解読にも貢献があった。バビロニアやエジプトの碑文や宗教に関する講演も書物にまとめられている。セースは1880年に発見されたシロアム碑文の最初の解読を発表した。この碑文はヘブライ語の原尊最古の碑文の一つとして名高い。聖書考古学関係の著書も多い。セースはウラルト語の翻訳を1882年に 発表した。セースは、シリアのハマトの碑文、ボアズキョイのヤズルカや碑文、スミルナの碑文などがすべて同じ文字で書いてあることを認め、これが、旧約聖書に言うヒッタイトの文字であることを初めて指摘し、また、設備時や限定符を指摘した。ウィリアム・ライトの著書、ヒッタイト帝国の中で、セースはヒッタイトがアナトリアからシリアに来たことを指摘し、 小形文字の中にある主角と対角の設備字や新たな限定符の発見を加えた。1887年にはエジプトのアマルナから大量の粘土板が発見されたことをセースは報告した。この報告をもとにフリンダーツ・ピー・トリーによるアマルナ発掘が行われ、アッカどもで記された筆体等からの書簡や未知の言語で記された粘土板が発見された。ところが、 同じ言語で書かれた年度版がボアズ・キョイでも発見されたため、セースはボアズ・キョイ発掘計画を立てたが、計画はドイツに横取りされてしまった。セース自身はアナトリア小形文字を解読するための十分な資料を入手できなかった。解読は1928年以降、イタリア・ドイツ・アメリカの学者によって徐々に進められ、1939年には、 大部分の音節文字が解読された。ありがとうございます。